火曜日夜9時を回りました。この時間は川満愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川満愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM コザでは月曜お昼1時から再放送でお届けしています。ということで FM コザをお聞きの皆さんはこんにちはの時間帯です。FM ギノワンでお楽しみの皆さんはこの後夜9時55分頃までどうぞお付き合いください。ゆたしくです。この番組はユーストリームで音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらでもお楽しみください。はい、全国どこでも聞くことができますよ、ユーストリームでね。ぜひ皆さん番組を広めていただいて、この番組応援していただければなと思います。さて6月入って、もう6月7日だから1週間経ちますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね、なんだかあっという間。私はといえば6月1日から6月5日まで舞台出演しておりまして、新宿のね、新宿村ライブという劇場で見えた見えない世界という舞台に出演してました。この番組でもねちょいちょいお知らせしてたんですけど、見に来ていただいた方はどうもありがとうございました。その影響で先週はアニマルカンパニーお休みという形で再放送でお届けしました。楽しみにしていた皆さんは申し訳なかったですが、再放送お聞きいただけたかな。今週はまた6月に入って第1回目ということで、気持ちも新たにアニマルカンパニーアニカンお届けしていきたいなと思いますよ。さて川満愛のアニマルカンパニー、この番組は動物と暮らすをテーマにお届けします。動物の殺処分ゼロを目指して活動する団体さんを応援します。アニカンで募集中のメッセージテーマ、アニマルエピソード、アニマル大喜利、今月からねお題が変わっておりますよ。アニマル大喜利のお題は年に一度の猫サミット最も揉めた議題とはで募集しております。すでにメッセージもねいただいているので、後ほど紹介していきたいと思いますよ。そしてお届けするコーナーはアニマルニュースと、今夜は知って広がるアニマールお届けします。このコーナーでは動物に関する出来事をいろいろと紹介、知ることで動物たちと人と人との輪を広げていきましょう。ということで今夜はアニマルポリスというものについてお届けしたいなと思います。どうぞ皆さん最後までお聞きください。それでは川満愛のアニマルカンパニー、今夜もスタートです。アニマルカンパニー、この番組はNPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力とペットボックス沖縄の提供でお送りします。幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい。沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。
中部で生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達、快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー、アニカンアニマルニュース。アニカンアニマルニュース、最近目にして気になった動物ニュースをお伝えします。6月に入って1週間が経ちましたが、動物虐待のニュースが目立ちますね。なんでなくならないんだ、まあ、ゼロにするのはなかなかすぐいかないとしても、動物虐待は犯罪ですからね。なぜこの1週間のうちにこうも虐待のニュースが多いのか。まずこちらのニュースです。吠えられ頭に来た、飼い犬に虐待の男逮捕。逮捕されたのは、さいたま市大宮の暴力団関係者の47歳の男。今月3日、自宅で飼っていた小型犬を蹴ったり、ゲージごと叩きつけたりするなど、動物虐待を行い殺したとして、動物愛護法違反の疑いが持たれています。警察の調べに対して男は、吠えられたので頭に来た、と容疑を認める供述をしています。そしてもう一件、猫の尻尾、根元から切断、首に傷。福井県内で犬猫の保護や里親を探す活動をしている NPO 法人福井犬猫を救う会は、2日までに尻尾が根元からなくなっていたり、首に傷があったりする野良猫を4匹確認しました。同団体は、人間が虐待したのであれば卑劣な行為で許すことはできないと話しています。この2件どちらも本当に許しがたい行為ですね。改正された動物愛護管理法では、犬や猫をみだりに傷つけた場合は2年以下の懲役、または200万円以下の罰金に処されます。要は犯罪ってことですね。動物虐待、動物遺棄は犯罪です。 FM 技能湾の入り口にもこのポスター貼っていただいていますが、この動物虐待は犯罪であるということが、もっとたくさんの人に周知されないといけないと思うんですよね。ただみんなが知ってくれたからといって、この行為が根絶されるかっていうのはなかなか難しいと思うんです。極端に言えば、人間も殺してはいけないじゃないですか。殺人も罪になる。もちろん法で禁止されていますし、処罰されます。だけどそういった事件はなくならないっていうことを考えると、本当に動物虐待は犯罪っていうことが本当にみんなに周知された時に、この虐待行為が根絶されるかというのは、なかなかね、難しいことなんじゃないかなと思うんですよ。でもだからといって諦めてはいけないんですよね。殺人が罪になるから法で裁かれます。でも殺人はなくならない。じゃあもうしょうがないね、人間はそういう生き物なんだねって投げ出してしまっては、何の解決にもならないわけです。むしろ悪化してしまうので、動物虐待も同じことだと思うんです。犯罪だって言っても、動物虐待する人はいなくならない、ゼロにすることは難しい、無理なんじゃないかっていうこともあると思うんですけど、私もそう思うんですけど、だからといって声を大にして言うことをやめてはいけないと思うんです。ただ動物苦手な方とかもいるから、なかなか理解されない、難しいことは多いとは思うんですけど、周知される、みんなに周知してもらう、そして
動物虐待を一件でも多くなくしていく、減らしていく、防止するということは必要なんじゃないかなと思います。改正動物愛護管理法では、犬や猫をみだりに傷つけた場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処されます。動物虐待、そして動物を捨てる行為、動物遺棄も犯罪です。なかなかニュースというと、どうしても暗いニュースとか許しがたいニュースが目についてしまってっていうのもあるんですが、いいニュースもちゃんと見つけたので、次はこちらお伝えします。群馬県の大泉町でニャンとワンダフル計画、迷子のペット探しに協力という見出しがありました。群馬県大泉町ではニャンとワンダフル計画と銘打ち、動物愛護に力を入れ始めています。迷子になったペットの犬や猫を探す飼い主のために、町のホームページや広報誌を使った情報提供を呼びかけるほか、県の動物愛護センターと連携してペットの里親探しにも積極的に協力していくとのことです。群馬県の大泉町の村山町長は、動物愛護の町として明確に発信し県内にも広めていきたいと意気込んでいます。またこういう街が増えてとても私嬉しかったです。群馬県大泉町、動物愛護の街としてこれから発信していく、そしてニャンとワンダフル計画、名前がいいですね。迷子になったペットや犬、探すことを諦めてしまう方もなかなか多いというのも、この間つなぐ沖縄のハチさんとワンズパートナーの中原さんと一緒にお話しした時にそんな話もありましたが、こうやって県の広報誌で情報提供を呼びかけるというのはいいですよね。それが町全体に浸透して、そして群馬県内でもどんどん広めていってもらって、認識が深まっていくことを楽しみにしています。やっぱり始めたはいいけど、なかなかね、あの町の人に、県内の人に広がらないとなると、こう外に発信していくのも難しいと思うので、まずは町の中で、町民全体に広まっていくように、そして浸透していくようにと、今後の続報も楽しみにしています。群馬県大泉町ニャンとワンダフル計画、いい方向に進んでいくことを期待しています。皆さんは今週1週間どんなアニマルニュース気になったでしょうか。ぜひアニマルニュース、気になったニュースは番組へお寄せください。メールアドレスはanimal@fmgino1.com です。以上、アニマルニュースのコーナーでした。川光愛のアニマルカンパニー、アニカンお届けしています。アニマルニュース、先月なんですけど、青に夢中さんから届いてたので、ちょっとなかなか紹介するタイミングがなかったのですが、ご紹介します。愛社長、猫と遊びたいあまりぬいぐるみに話しかけて一人遊びなどしていませんか？ギリギリ大丈夫です。壁にシールを貼っているだけです、猫の。アニカネーム、青に夢中です。いつもありがとうございます。殺処分に関して明るいニュースが出ましたね。広島県がふるさと納税の仕組みをうまく利用して動物施設を建設することに成功しました。動物保護をする NPO 法人を市と指定先にする知恵を使っています。これは沖縄でも実践できる事柄だと思います。実現すれば資金難の保護団体への援助が進み、 DNR も拡大していくのではないでしょうか。テレビ CM でも流すことができれば人々の考えも変わっていくかもしれません。愛社長、ここは一つ沖縄の偉い人に提案してみてはいかがでしょう。ファイティンと。いつもありがとうございます。本当にこれいいニュースですよね。なかなかね、日本って動物シェルターを作ることが難しいというかないんですよね。動物愛護管理センターも動物を保護しているというよりは一時収容して、で期間が、限られているんですね。収容期間で期日を過ぎると殺処分されてしまうということなので、なかなかね、こう動物を保護して里親を見つけるまでこちらで預かりますという施設はなかなかなく、
NPO 法人だったり各自治体での活動っていうのが主になってきてしまうんですよね。沖縄でも動物愛護管理センターでは殺処分が行われていて、沖縄の殺処分数はワースト5に入るほど本当に殺処分数が多いというのが現状です。もちろん年々全国的に減ってきてはいるんですが、殺処分はなかなかゼロにはならない、むしろ4桁から減らないっていうのが沖縄なんですよね。このふるさと納税の仕組みを使って、動物施設を建設すると、でこれがシェルターになってうまく運営がされていけば本当に参考にできることたくさんあると思うので、ちょっとチェックしていきたいですね。これは広島県ということなので、本当に全国各地、さっきの群馬県の動物愛護の町として発信していくっていう話もそうでしたが、広島県や熊本県でも、動物愛護の町として、活動の広がりを見せています。沖縄ではね、なかなか、ワンズパートナーの会さんやつなぐ沖縄さん、そして他にも動物愛護に関して動いている団体さんや個人の方、本当にたくさんいらっしゃるんですよね。そういった方々と県の施設ともっと協力して連携して動物のシェルターを作ったり、保護施設、殺処分を最終地点としないそういう施設ができればいいなと思うわけですが、できればいいなって考えてるうちはなかなかね、実現できないんですよね。もちろんそうやって動いてる方たくさんいるので、この番組でも私個人としても応援していきたいなと思っています。なかなかね、動けることは少ないですが、できることから少しずつやっていきたいなと思います。青に夢中さん、いつもメッセージありがとうございます。そして番組感想メールも届きました。ありがとうございます。愛ちゃんこんばんは。番組を聞くようになってから動物関連のニュースをより注目するようになりましたよ。殺処分ゼロ運動や桜猫保護猫カフェ、こちら東海地方でもテレビや新聞、地域の広報など至るところで目にするようになりました。討論番組や特集も放送されていて勉強になります。また番組で紹介されたニュースのその後の記事を見つけると、おっと嬉しくなりますね。池袋から引っ越ししたラッコの記事など。愛ちゃんお忙しい中いつも放送ありがとうね。エヴァじゃない方のシンジさんからいただきました。こちらこそありがとうございます。なかなか番組作りも、試行錯誤している今日この頃でありますが、たまにお休みも挟んでしまいますが、この番組をまず続けていくこと、内容もねより良くしながら続けていくことをまず目標にしているので、番組を広めていきながら聞いてもらえるように、頑張っていきたいなと思います。動物愛護の団体さんの応援もう今つなぐ沖縄さんとワンズパートナーの会さんに協力してもらって、いろいろ情報を発信したり番組で告知もさせてもらったりいろいろしていますが、もっとね県内で動いている、さっきも言ったように個人の方とかもいるので、そういった方々も紹介していきながら、動物愛護関心がある人こんだけたくさんいるんだよっていうのをもっともっと県内外で、周知していってもらえるようにアニマルカンパニーでは頑張っていきたいなと思います。いつもメッセージいただくリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。番組の励みになります。中にはね、ツイッターなどでちょこちょこ絡んでくれる聞くだけリスナーさんもいらっしゃるので、気が向いた時にはぜひ番組宛てのメッセージもお待ちしておりますので、アニカン引き続きよろしくお願いしますよ。さて、そして、普通歌もちょっと来ているので、今日はこの時間で普通のお便り、普通歌紹介していきたいと思います。舞台が終わったので舞台関連がちょっと多いですが、お付き合いください。あいちゃんこんばんは。舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。エヴァじゃない方のシンジさんから、いろいろなドラマがあったようですね。舞台のお話も聞かせていただけると嬉しいです。今回はあいちゃんに疲れを取っていただくべく癒しの写真を添付します。なんだろう、アクア
トトギフという世界最大級の淡水魚専門水族館で撮影したカピバラさんとカワウソくんです。特に3頭の赤ちゃんが生まれてお披露目されているカワウソくんコーナーは大人気で、ずっと見ていられる可愛さでしたよ。追伸、以前同じメールを何度か送ってしまったかもしれません。決していたずらではありませんので、その場合もお許しくださいませと。そう、シンジさんね、なんかね、メール調子悪いのかもしれない。本当にあのね、メッセージが送ったよってツイートしてくれていた時に届いてなかったりとかで、その後大量にメッセージが届いたりとか、こちらの問題ではなさそうなので、他のメールね届いてるから、ちょっとねメールチェックしてみた方が良いかもしれませんよ。でもメッセージ送ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。そうなんです、いろいろなドラマがあった舞台です。若干ややこしいですね。新宿村ライブで見えた見えない世界という舞台、5日間全7回公演で出演させていただきました。私ね、出番はそんなに多くなかったんですが、主人公が狩矢崎純くんという、佐藤聖良さんが演じる男の子だったんですけど、高校3年生でいじめられっ子で、ひょんなことからこのいじめられっ子たちを、なんて言うんだろう、悪事を撮影して先生に報告して退学させようっていう狙いから、家の監視カメラをね学校とかに設置して、このいじめっ子たちの悪事を撮影しようとしたとこから始まります。で、この撮影をしている時に映ったのが悪事ではなく、なんといじめられっ子が、いじめっ子がね殺されるという、なんとも仰天する驚愕の事件が起きるわけですよ。で、そこから幼なじみのかよちゃんという女の子から周りの生徒、周りを巻き込んで事件の真相を解明すべく奔走するという。で、それがインターネットの事件とか、いろんなね SNS とか、もう現代ならではの、展開とか、そういうハプニングとかがいろいろ織り込まれている舞台でした。私はその中で狩矢崎純くんのクラスメイトの一人、七ヶ瀬七瀬という、クールでメガネっ子な、高校3年生を演じさせていただきました。いろいろドラマがあったようですねと新次さんが言ってるのは、多分舞台上のハプニングのことでしょうね。ツイッターでもね、ちょこちょこ載せていたんですが、ハプニングがあって、というか主演の方が体調を崩されて、土曜日の夜の公演を、出演を断念するということになって、でキャストの中で代役が立てられて、もう2時間とか公演時間までないというぐらいで、台本のセリフを覚えて動きを確認して本番に臨むという、恐ろしい出来事がありました。なんとかね、主演の方も最後の日には回復されて、千秋楽まで、楽日は2日間、公演して無事全員で、最後迎えられたのは本当に良かったですね。ただお客さんもね、いろいろ待たせてしまったりとか、開演時間が遅れたりとか、いろいろあったのですけれども、最後は立ち上がってくれているお客さんがいたりしてね、本当にいい舞台に出させていただいたなと、いい経験になりました。見に来ていただいた方からもメッセージ来てるんですけど、シンジさんのね、まずね、画像がね、めちゃくちゃ可愛いんだよ。これなんだ、カワウソ、ほんと可愛い、癒されます。ありがとうございます。私がどういうものに癒されるかを知っていただいてるようです。シンジさん、いつもありがとうございます。そして普通歌もう一件来てます。アニカンネームジュンさんから、アイちゃんこんばんは。こんばんは。長丁場の新宿村でのライブ、舞台見えた見えない世界、お疲れ様でした。ありがとうございます。まず2階から愛ちゃん登場、愛ちゃんだーって感動しちゃいました。僕は初日に観劇に行き、前から5列目ぐらいの客席左側に座っていまして、斜め前に人がいなかったことから舞台上の愛ちゃんがとてもよく見えましたよ。あ、よかった。愛ちゃんのリツイート対決、ゲームコーナーがね、舞台の中であったんですけど、話題が起きましたね。それに言い回し、仕草、行動もとてもその場の雰囲気にマッチしてました。僕が生意気なこと言ってすいませんと。いやいや、嬉しいですよ。
愛ちゃんが一生懸命稽古してきた舞台大成功でしたね。それに女子高校生が似合っていてすごく可愛かったですよ。途中メガネなんて言われるシーンもあったり、そんなこと言わなくてもって思っちゃいました。かっこ笑い。愛ちゃんと話せなかったのが心残りでしたが、活躍見られたしと言い聞かせています。主演の方が体調不良で大変なこともありましたが、本当にお疲れ様でした。今回も見に行ってよかったです。楽しかった。ゆっくり休んでくださいね。愛ちゃんのブロマイドゲットしました。全身の立体プロマイド、あ、立体のなんだろう、あのパネルかながないのがとっても不満です。愛ちゃん収録頑張ってと。ありがとうございます。いつもね、じゅんさん舞台見に来ていただいたんですけど、会えずじまいでしたね。お見送りね、毎回出てたんですけども、最初の初日にね、じゅんさん来てくれたんですよね。出口が2つあって、お見送りは二手に分かれちゃったんですよ。その後からね、ちょっと改善されて、みんなに会えるようにということで、お見送りもね、全員に会えるようになってたんですけど、本当にね、いろいろ不手際もあって会えなくって申し訳なかったです。でもメッセージいただいて楽しんでもらえたことが分かってよかったです。ありがとうございます。女子高生ね、実は私、見えた見えない世界のキャストの中で一番上だったんですよ。で、高校生役以外もね、教師とか、雑誌の記者とか刑事とか、生徒以外の役もあったんですけど、私高校生に入ってたので、いや制服大丈夫かなって内心はね、本当は思ってたんですよ。でもなんとか舞台マジックですね、なんとかなりました。ありがとうございます。本当に良かった。そしてもう一件、81.8 川光アンディ本当のアニマルカンパニーネームビンゴさんからです。ありがとうございます。ただいま試験電波を発射しております。斉藤敦香ちゃんに始まり、いろんな芸能人の方、政界の方の名前が入っておりますが、パコンアモーレパコンアモーレ皆さん、ギノワンシティ FM のテスト放送はもう聞きましたが、コールサインのシティを強調しているのがとても印象的ですよ。よければ81.8で聞いてみてくださいね。まずは舞台お疲れ様でございました。おお、ありがとうございます。みんなと仲が悪そうだったので、もう共演することはなさそうだなそんなことないですよ。仲良くなれた人と全然話せなかった人いましたけど、私の人見知りによりね。でも同じチームの皆さんとは仲良くさせてもらいました。大丈夫ですよ、ビンゴさん。後半のメッセージがね、読めないんだよね。ビンゴさん、だんだんね、悪口化してきてるよ。もうちょっと読めるやつ送ってきてもらえるとより嬉しいです。でも毎回欠かさずメッセージくれることは嬉しいです。ありがとうございます。さて、もう一通だけ普通歌行ってコーナーに行きましょうかね。愛社長、 JR 新宿駅と書いてあるのに地上に入り口が見つからず迷子になっていませんか。アニカネーム青に夢中です。よくわかりますね。ちょっと迷子になりました。新宿駅、東京での舞台のお仕事ご苦労様でした。ありがとうございます。舞台に立つ出演者から若いエネルギーが溢れ出てましたね。愛社長も周りに溶け込んでいました。ああ、よかった。エンディングが2通りで両方見れなかったのが残念でしたが、台本で確認しました。やっぱり黒のエンディングが見たかったです。そうそう、マルチエンディングでね、分岐するんですよ、白と黒に。で、お客さんにね、紙を出してもらって、白と黒の、エンディングを選ぶという方式の舞台だったんですけど、全7回中白が5回黒が2回ということで、白が圧倒的に多かったですね。やっぱり両方見たかったって方、何回か来たのに白が多かったので、割合が白ばっかりだったって方もいたようですが、初めてのマルチエンディングだったので、なかなかね、楽しめましたよ、やっている方も。愛社長、しばらくの間はまた漫画とゲームの日々が復活ですね。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。また次の公演を楽しみにしておりますので、その時は、鍵括弧で早めの告知お願いしますと。
私いつも告知がねギリギリなんですよね。分かってくれてる皆さんに甘えてしまうのはやめます。早めの告知心がけます。いつもありがとうございます。青に夢中さんも劇場までお越しいただいてありがとうございました。普通歌もたくさんありがとうございました。番組では普通のお便りも募集しております。動物に全く関係ないことでも、動物に関することでもテーマに関係なく普通にお便りを送りたいという方は普通歌と懸命に書いてぜひメッセージを送ってきてください。よろしくです。それでは一旦 CM を挟みまして、後半はアニマル大喜利ともう一つのコーナーもお届けします。それでは一旦 CM です。アニカン、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい。沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー、アニマル大喜利。アニカン大喜利です。今夜からお題が変わりましたが、その前に先週までの都市伝説のお題に、なかなかのメッセージが届いているので、都市伝説特別版ですと送ってくれた方がいるので、そこからまず紹介したいと思います。大体分かってきたかなと思うんですけど、そうです。アニカネームエヴァじゃない方のシンジさんからの大喜利です。なんだろう。今回の大喜利は都市伝説特別版です。タイトル、人里離れた山の奥深くにある古くて小さな神社、その近くに住む動物たちに伝わる都市伝説とは。タイトル長いな。一年に一度だけ深夜から朝にかけて二足歩行の集団が山の入り口から神社に吸い込まれるように続々と列をなしてやってくるらしい。その光景を見た動物たちはそのあまりの数の多さに恐れをなして途中で逃げ出してしまうため、それが一体何であるかは謎のまま彼らの中では都市伝説として伝わっているそうです。それは人間界でいう初詣。以上、行く年来る年伝説でした。信じるか信じないかは、今晩の食事を作るかは信じなのか賛辞なのか決めるのは愛ちゃん次第。はい、乾杯。行く年来る年伝説、ダダダダダジャレー、ダダ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 ダジャレーってこと。大喜利なのにタイトルをつけてしまったエヴァじゃない方の信じより。これね、私ごめんなさい、読み方いろいろ誤ってしまったかもしれません。伝わる分だけ伝われ。シンジさんありがとうございます。今晩食事を作るのはシンジなのかサンジなのかって言われたらサンジでお願いします。さて今週からのお題です。アニマル大喜利、今週からのお題は年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは、で送ってきていただいています。アニカンネームハニ太郎さんからいただきました。ありがとうございます。お題、
年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは？猫パンチでハエを仕留めるためにどう鍛えたらいいのかの議題。何これ、揉めるの、これどういうこと、なんだろう、猫パンチでしょ、シャドウをするべきか腕立てをするべきか、はたまた長距離のマラソンに出るかみたいな、あ、なんかわかんない、もうレパートリーがないその議題で揉めてる猫たちを見たいです。もう一個来てます、ハニ太郎さんから。年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは？最近普通の猫に紛れて暮らしている猫息子の撃退法。猫息子、猫息子って何？普通の猫に紛れて暮らしている猫息子、ドラ息子みたいなこと。猫息子って何？ハニ太郎さん、猫息子って何？ありがとうございます。さて、この方からも来ています。アニカネーム、じゅんさんから。アニマル大喜利お題、年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは？誰が議長をやるか、まずそこから揉めていた。そこだよね、そこですよね、そうだよね、誰がリーダーなのか、誰がやるのかだよね私が好きな猫旅よりっていう漫画の中では、そういう猫サミット的な会議が行われるときは、だいたいね、あの野良猫の中のボスのジョニーくんという猫が仕切ってますね。やっぱ猫の中で、うちの子たちもそうだけど、ボスが誰なのかっていうのがね、やっぱ出てくるんですよ、何頭かいると。だからその時のボスでしょうね。揉めてるってことは、まだこう序列がついてない、誰が上なのかっていうのがない時期ですねありがとうございます。猫が揉めてるのは可愛いだろうな、どっちがやるんだにゃ、俺がやるにゃ、私がやるにゃみたいな、あーいいな、想像だけで可愛いね。続いて、60トライブ69ネームビンゴさんからです。ありがとうございます。ラジダブで FM 沖縄のね、私が前出させていただいた番組ですね、ラジダブで我慢汁のネタが出たぞ。きっと関係者がこの番組聞いてたんだな。聞いてない、聞いてない、あの悲しいけど聞いてないです。そしてお題、いろいろあるよ。お題書いて、お題出してるのにお題を書いてくるビンゴさんね。しかも舞台に合わせて書いてきてくれている。アンリがこの舞台の記念にもらった最も印象的なプレゼントといえばとか、今回は見える見えない世界スペシャルだろうと予想してお題と回答を作成したぞ。見えた見えない世界です。漫画化もするそうなんで、みんな見てみてねとりあえずお題は何にも動物に沿ってないのでスルーするとして、今回はもうお前より真面目にやったぞ。次回は胸いっぱいサミットについてでしたっけ。年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは、で募集しています。よろしくお願いします。いつかビンゴさんがそのお題に対しての回答を送ってくれることを待っていますさて、ラストになりますかね。エヴァじゃない方のシンジさんから、お、ちゃんと今夜のお題についても送ってきてくれてます。エヴァじゃない方のシンジさんからいただきました。アニマル大喜利お題、年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは？本当に小判を渡された時の人間をギャフンと言わせる使用方法。これ猫に小判ってことですよね猫に小判をあげても価値がわからないから意味がないみたいなことではなく、本当に小判を渡された時にうまいこと使ってやるぜ的な、むしろこれを元手に増やしてやるぜ的な感じの使用方法を考えてたんだろうねこれ揉めそう。そうだよね、猫だっていろいろ考えることありますよね。バカにしてはいけないよね、猫に小判なんてね。ちなみに会食のメインメニューを加工品ではあるが味は抜群に美味しい高級キャットフードにするか、素材を生かしたそのままお魚料理にするかで毎年ちょっと揉めるらしい
あ、しんじさんのこの回答、私好みですね。ありがとうございます。こう情景がさ、思い浮かぶのがいいよね。みんなのアニマル大喜利の回答は。本当は揉めないことが一番ですが、ちょっとこうクスッと笑える、ちょっとほっこりする猫会議の揉め具合ですね。ありがとうございます。アニマル大喜利参加ありがとうございました。来週までこのお題で言っていいですか。ぜひあのアニマル大喜利参加したことがないリスナーさんも今日の参考に、参考になったでしょうか。嘘嘘なってますよね。みんなの回答参考になってます。ぜひ、アニマル大喜利参加お待ちしています。来週まで今日と同じお題です。年に一度の猫サミット最も揉めた議題とは。送ってきた方もまだ送ってきてない方もぜひ来週メッセージ、アニマル大喜利参加お待ちしています。メールアドレスはアニマルアットマーク fmgino1.com までお願いします。懸命にアニマル大喜利と入れていただけると嬉しいです。たくさんの皆さんの参加お待ちしています。以上アニマル大喜利のコーナーでした。さて続いてはこのコーナーをお届けします。知って広がるアニマール。知って広がるアニマール。このコーナーでは動物に関する出来事をいろいろと紹介、知ることで動物たちと人と人との輪を広げていきましょう。今夜紹介するのはアニマルポリスです。アニマルニュースでも、動物虐待のニュースが目につきましたとお伝えしました。そこで今回はアニマルポリスを取り上げたいと思います。アニマルポリス、皆さん聞いたことある方もいるかもしれません。アニマルポリスというのは動物に関わる犯罪を取り締まる公的な組織のことです。法律に基づき動物の虐待者や飼い主の義務違反を捜査、告訴、逮捕、指導するとともに動物の保護の活動を行っています。このアニマルポリス、イギリス、アメリカには存在しています。アニマルポリスがいる国ではかわいそうな動物がいたら通報するということが当たり前になっています。散歩をさせない、短い鎖でつながれているなど、動物を適正に飼われていない、飼っていないということも虐待とみなされています。アメリカでは州によって決められた法律、罰則は異なりますが、ほとんどの地域でアニマルパトロールが組織されていて、市民のほとんどがその存在を知っています。アニマルパトロールというのはアニマルポリスが普通の警官と同じようにパトロールすることですね。アニマルパトロールというのが組織されています。アメリカでアニマルポリスがパトロール中、リードなしで散歩している人を発見すると、注意をします。飼い主さん、このアニマルポリスが近づいていくことに気づくと慌ててリードをつけるそうです。つまり違反であることを知っているんですね。例えば絶対に本当にやっちゃいけないですが、危ないですからね、自分の命を守るために、そして周りも巻き込まないために大事なことですが、車を運転しながら携帯電話で話すとか、シートベルトをしないとか、禁止されていますが、もちろん取り締まりの対象でもありますが、やっている人、特に携帯電話はね、スマートフォンが普及してからかなり多く目立ちます。そういった時にも、例えばパトカーが近づいたりとか、警官がそうやってパトロールしているだけで、そういった行為の抑止になりますよね。アニマルポリスもそういった警官と同じように抑止されることになるんです。犯罪がなぜリードをしないまま散歩をしてはいけないのかというと、世の中犬が好きな人だけではないですね。犬が苦手な方が、例えば大型犬をリードなしで散歩していると、恐怖を感じてしまって、犬がこう
たもしかしたらこうじゃれ合おうとしてやってくるかもしれない。その時に怖くって逃げてしまう。で犬は遊んでると思ってこうじゃれ合ってその人に近づいて、例えばちょっと甘噛みとかでもしてしまった場合に事故になってしまいますよね。このワンちゃんの甘噛みがどの程度なのか、飼い主さんがしっかりしつけていればいいですが、そうじゃない場合もあります。ワンちゃんは敵だと思ってるわけじゃなく遊んでるとして噛んでしまったりする場合もありますし、もしかしたら逃げたことでなんか危ないことがあると思ってしまうかもしれません。人間の動揺とかは動物たちに伝わりやすいので、そうやってリードをつけていない飼われているワンちゃんでもそういうものをやっぱり察知しますよね。そういった時に、人に危害を加えてしまうかもしれない、犬同士の何か喧嘩につながってしまうかもしれない。そういったことを防ぐべく、リードをつけずに散歩していると100ドルの罰金が課せられる、アメリカの州もあります。このアニマルポリス、残念ながら日本にはまだ存在していない組織なのですが、兵庫県ではその先駆けとしてアニマルポリスホットラインというものができています。兵庫県警アニマルポリスホットラインは動物虐待事案と専用相談電話となっています。兵庫県内で現に行われている動物虐待などの事案が対象となっているこの専用電話、平成26年1月6日から運用が開始されています。まだ兵庫県内での動きなんですが、これ全国にも電話だけでもね全然違うと思うんです。虐待を見つけたら、例えば動物を傷つけている行為はもちろんそうですが、餌を与えずに衰弱させているような動きがあるとか、動物をしっかり適正に飼っていない傾向があるとか、見つけた場合にこのアニマルポリスホットラインに通報することが可能なんですね。本当に残念なのは兵庫県内ということなので全国的にまだ広がっていないんですが、まだアニマルポリスが全く浸透していない日本の中で、この兵庫県警がアニマルポリスホットラインというのを出していることはすごく画期的だなと思います。アニマルポリス、まずこのアニマルポリスを設立する前に日本はいろいろ動物愛護 の理念についてもっと底上げしていかないところはたくさんあるんですが、アニマルポリスぜひ皆さんにも知っていただきたいなと思います。知って広がるアニマル、今夜はアニマルポリスについてお届けしました。川光愛のアニマルカンパニー、アニカンお届けしています。アニマル大喜利、一つメッセージ見逃してしまっていました、アニカンネーム青に夢中さんからも届いていたのでご紹介します。アニマル大喜利、青に夢中さんからいただきました。お題、年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは。キャットフードとおばあの猫まんま、どちらが美味しく体にいいのか。これ揉めそう。すごい健康を考えたらキャットフードだけど、愛情のこもったおばあの猫まんまには勝てないかも。愛社長ならどっちにする？確かにな、美味しさを考えたらもしかしたらキャットフードもまあ美味しく改良されていると思いますが、おばあの猫まんまは多分うまい。人間もそうだよね。美味しいもの、ジャンクフードとかもたまにやっぱり食べたくなりません？いや、体には健康にはそんな毎日食べると本当に良くないんだと思うけど、たまには食べたいんだよね。でもうちはキャットフード派なので、ここはあえてキャットフードということにしておきます。あ、これ本当揉めますね。もう一人の頭の中でも揉めてるので、たくさん集まったらかなり揉めますね。揉めに揉めますね。
青にむちゅんさん、コーナー中に紹介できなくてすいません。届いてましたよ。いつもありがとうございます。さて、ここでワンズパートナーの会さんの譲渡会のお知らせです。ワンズパートナーの会は、沖縄県の犬猫の殺処分数を減らし、動物たちの命を救うべく活動を続けている団体です。毎週日曜日、ワンズサポート譲渡会を行っています。今月の譲渡会は6月12日日曜日、ペットボックス茶炭店にて午前11時から午後2時で開催予定です。6月19日日曜日はペットボックス那覇店にて、時間は午前11時から午後2時を予定しています。そして6月26日日曜日はペットボックス茶炭店にて、こちらも午前11時から午後2時を予定。新しい家族を待っているワンちゃんに皆さん会いに行きませんか？ワンズパートナーさんでは、気に入った子が見つかるとそのまま譲渡するのではなく、トライアル期間、お試し期間が設けられています。一緒に暮らせるかしっかり確認した上で、新しい家族として迎え入れていただきます。犬と一緒に暮らすことを考えている方は、ぜひ一度譲渡会へ足を運んでみてください。今週は6月12日日曜日、ペットボックス茶炭店にて午前11時から午後2時開催を予定しています。譲渡会場や時間は変更になることもあります。譲渡会に行かれる際は Facebook などで情報を確認してお出かけください。詳しくはワンズパートナーで検索お願いします。私も今週はワンズパートナーさんの譲渡会足を運びたいなと思っています。ちょっとお手伝いと取材も兼ねて行ってきます。ぜひお近くの方、ワンちゃん探している、一緒に犬と暮らしたいなと思っている方がいる方は、ちょっとややこしくなったね、まあ、お知り合いにワンちゃんと一緒に暮らそうかなって考えている方がいれば、ぜひワンズパートナーさんのワンズサポート譲渡会を紹介していただきたいなと思います。皆さんの協力どうぞよろしくお願いします。さて、そろそろエンディングですね。早いです。アニマルカンパニーではメッセージを随時募集しています。募集中のメッセージテーマはアニマルエピソード、一緒に暮らす動物たちと日常で出会った動物たちとなど、動物たちのエピソードを送ってきてください。そしてアニマル大喜利は来週まで同じお題です。年に一度の猫サミット、最も揉めた議題とは、で引き続きお待ちしています。もちろん普通のお便り、普通お便りも募集していますよ。メールアドレスはanimal@fmginowan.com、 アルファベットすべて小文字です。 animal animal@fmginowan.com までメッセージお待ちしています。アニマルカンパニーでは番組ツイッターもやっています。ぜひアニマルカンパニーはね、あの英語のカンパニー company アニマルカンパニーです。私の川光愛のツイッターからもね、つながることができます。リツイートしたりしているので、ぜひアニマルカンパニーのツイッター、番組ツイッターもフォローして、いろいろ情報を発信していきますので、番組の収録のお知らせとか、アニマルニュースで紹介したニュースもね、これから、アップしてシェアしていきたいなと思っているので、どうぞ、アニマルカンパニーのツイッターもよろしくお願いします。今日も皆さん、いろいろメッセージありがとうございました。番組お楽しみいただけたでしょうか。アニマルカンパニーでは動物と暮らすをテーマにお届けします。動物殺処分ゼロを目指して活動する団体さんも応援していきますので、皆さんのサポートもどうぞよろしくお願いします。今夜は舞台の感想などなど、普通歌もたくさんありがとうございました。川光愛のアニマルカンパニー、お送りしたのは川光愛でした。それでは皆さん、また来週です。引き続き FM ギノワンでお楽しみください。また来週です。バイバーイ。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力と、ペットボックス沖縄の提供でお送りしました。気づけば遠く離れた街は
指先伝わる君のぬくもり、柵の月夜に二人の思い花咲く。優しさ愛おしさで胸満たして、飾らない笑顔、この思いも離れない。今宵の色は仮初めの